どうもクラリス奏者なおです。今日はですねゆかりさんが 3D プリンターでしたっけ。そうですね、 3D プリンターで作った樽とかベルとか順番逆だったけどいろいろありますよ。これ全部そうですよね。そうです、こんな感じ。 3D プリンター作れるんですね。そうですね、 3D プリンターも最近は結構安価なものでもしっかりしたのが作れるんで、試しに作ってみたみたいな感じで、はい、ここに穴開いてたりとかね、いろいろあるので試してみたいと思いますけど、どういうあれで試してベルだけとか樽だけの方がいいですよね。そうですね、最初はそのどっちかだけとかで。そうですね、じゃあまずこのベル4本組ですかからやってみましょうか。ベルじゃない、樽、あれ、ベル、合ってる、疲れてんだな。はい、ベル4本組から行きたいと思います。これ素材違うんですか？設計が違うんですか？素材は一緒です。色が違うだけ？はい。それで音変わりますかね？いやー、別に変わらないと思うんですけど。まあ、とりあえずノーマルで吹いてみましょうか。ノーマルで吹くとどうなるかというと。音ですね、今のノーマルで。じゃあこれを FW って書いてあるけど何なんだろう。ああ、それはあの一般的なフレンチスタイルの楽器に合うように作ってるやつです、ね、設計してるみたいな。これ FW、はい、こっちが下、これでいいですか、こうでいいですか、こっちどっち上ですか。うーん、あんまない、なんか一応何でもいいんで、何でもいい。そのシールは名前書いてるだけなんで。ああ、了解です。ちょっと開けときますね、怖いから、うん、音いいけど軽い感じがしますね、なんかね、なんかね、不思議な感じ。 FW じゃあちょっとこれ、こここれが SG、まあ、あくまで、あのこれどっちがしたらいいですか、穴開いてる方が下、穴が、ここのトンホールと平行、平行になるよね、直線になるように。はいはい、これもあんまり入れすぎると後で、うん、こんなもんかな。音だいぶ変わりますね、でもね、これ こんな感じで映せないけど、こんな感じおもちゃって感じまではいかないですけどね、もう、ショップ化できんじゃないかなぐらいだけど。そうですね、そのプラスチックというか使ってる材料の比重がそのグラナディラとかに近いぐらいの重い樹脂を使ってるので、そう、ちょっと音はなんか 安いという言い方はあるけど、軽い感じになっちゃうかなっていうのは思うところではありますが、あ、これちょうどいいや。これは同じ素材が一緒なんですよね、全部。これはあのもう一種類 CT っていうやつですね。CT って、なんかすごい目立ちますね、これ。なんか不思議な感じ。個人的には、ですね。で次が、これがなんだ、 CT。 そう、今のと同じやつの色違いです、ね。ああ、色変えたって感じですね。です。まあこれも特にどこもなさそうなの。どこでも。違うけど、なんかもう商品違う感じですね。吹いてる感じ、特徴が違うっていうか、こっちはなんか均一化されてるけど、こっちの方がなんか均一化されてないけど、こっちはなんかぬくもりが調整できそうな。あ、同じ作りなんですよね、全く。まあ、入ってるその顔料というか、あの色、
で、こっち何も入ってないんで。なるほどね。やりたくなっちゃうね。ということで、タルでしじゃない、ベルでした。ベルとタルをいつも言い間違えるんだよね。純正品戻しましょう。純正品はやっぱ落ち着くかもしれない。うん、落ち着くわ。まあしょうがないですね、これだけはね。よいしょ。じゃあ次は 3D プリントで作ったタルを試してみたいと思いますけど、どれからいきましょうか。この辺からいきます。これなんか不思議な形してますけど。そうですね、やべえやつらなので。やべえやつら。実験機ですね、実験機。先に言っとくと全部ダメです。あ、全部ダメです。全部ダメです。中がね、六角形っていうんですか。うん、しかもそれツイストしてるやつです。ツイスト、こっちとこっちで違うんですね。こうこうなってるやつ、ね、説明が難しいけど、中でグニャってなってる。まあ吹いてみるっていうのはね、別にただでスクラップ作ったほうが。そうですね。そうですね。硬いから、まあ。却下ですね。タルがひどくなるって言い方悪いけど、タルが変わるだけでこんだけ楽器が変わります。ちなみに私が初めて BD を吹いたぐらいな感じですね。BD もこんな感じになっちゃう。いや、これ人によるんだけど、まあ、ちなみにそいつはそのやべえやつらの中で多分上から2番目か3番目ぐらいにいいやつです。あこれ 2個目、こっちはまともな。これ一番まとも。これも 3D プリンター。それもです。あ、まあ、特にね、商品紹介でもないんでね、名前は別に言わなくてもいいかなと。よいしょ。いいんだけど、あれですね、あの音程が低めになっちゃうんで、全般的に高めに取らないと吹けない。なんかこう広げてこう響かせると音程も低くなっちゃうんで、うん、これまあなんかそういう特徴なんでしょうね、多分ね。というか内径の作り的にも、うん、なんか普通です。合う機種合わない機種ってあるんで。ああ、それはあるかもしれないな。なるほどね。まあ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 、ありかな。ちょっと、うん、そうね、オーバーブラーするとあれかもしれない。ちょっとなかなかコントロールしきれなくなるかもって感じ、響きすぎちゃうっていうか、まあ、まとまらないかってもするけど、まあでも全然こういうのありますよね。普通に商品としてもある、まあ、好みの問題になってくるんで。じゃあ次ヤバそうなのその1って言います。なんかあ、そいつはまともな、あ、まともなんだこれ。いや、斜めってるんですよね。まあバスクラとかあるところみたいな、もうなんか違う意味で吹きにくいんじゃないかっていうね、昔の楽器みたいな。まずこの持っとって思った感じが違いますもん、距離感というと。違うヤバさが ね吹いてる感じが普段と違うので、まあ、普通マウスピース180度逆にしても悪くないっていう。ああ、こういうこと。そうもうわけわかんない。こっちのが好き、うん、音で言えばめっちゃ吹きづらい。あの強制ベルとシールがれる。いやいや、これ曲がっちゃってますからね。これはちょっときついな。いや、あの物はいいけど、これもなんかこれは普通に正六角形になくなってるのかな、うん。この辺からやばくなってくる。いや、これはそれがあのツイストしてるのとどっこいどっこいみたいな。このあんま六角形がダメかもしれないっていう。いや、六角形はマシの方です。上取らないと。全般的にこのマウスピースシリーズ、マウスピースじゃないタルシリーズ、音程下がるんだよね、上の音。ああ。響かした時にボロが出ますね。なるほどね。なるほど、ね。で、また六角形。
何が違うんですかこれ。それ下が丸くないですか。うん、あれ丸くない、同じじゃないですか。あ、こっち今吹いたのが丸い。今のが丸い、うん、今のが丸い。あ、じゃあ今のが多分一番まともですね。でも個人的にこっちの方がまともでしたよ。あ、それはまともなやつなんで。あ、透明なやつだけがやばいやつらなんで。ああ、なるほどね。そう、透明の中で一番まともだと。透明の中で一番まともです。で、六角形、六角形で。一気にこの、樽だけでガキっておもちゃになるんですね。いやー、恐ろしいわー。怖いわー。で、次が、中が長方形になってる。タルでございます。はい、縦にするのと横にするのでまた演奏が変わるということで、ちょっとまず横にしてやってみたいと思います。よいしょ。まあ相変わらず音程が絶望的っすね。吹きやすいけど、音程問題がちょっとね、このタルシリーズの体いいかもしれない。ちょっと今度は長方形縦にしてみました。音色は悪くないんですけど、上の音が音程が、あ、そうですね、もっと上ですよね。そうですね、なぜかそういう課題があります。あれで最後が、あれ最後も長方形、長方形2つあるの。あ、長方形で下が丸。あ、脳内バグる形してるやつだ。脳内バグる。ちょっと横バージョンと縦バージョンも、横バージョンもですね。横バージョン。脳内バグる。ノゲラみたいな感じですか。分かる人しか分かんねえだろうな。音程が悪いね、やっぱね。縦にしてな。ですね。これの縦が意外といけた。あと こいつが良かったって感じですかね。あとこれは面白かったけど、まあ根本的に音はいいけど吹きづらい。全体的に音程は今後の珍しいですね。何が？そのバレルを吹きづらいっていう人。うん、あの、いやいや、あ、そうそう、曲がり、曲がり吹きづらい。うん、あ、そうなんですね。そう、結構曲がりはあの音抜けがいいから。いや、音は出やすいっすよ。あ、だからなんか全体表、全体項として、これ総合力としてあの楽器としてどう考えるかっていう時に、うん、クラリネット吹いてる感覚じゃなくなっちゃうんで、あ、吹きづらい。音は出やすいけど、指回すとか、その表現するとか全般的な話になった時に、これはもう自由が効かないっていう感覚ですね。まあ、人それぞれいろいろあるでしょうけど。参考になりますね。いえいえ。うん。あの、ナオモデルが一番吹きやすいんでね。ぜひね、あの、ご購入でね。ナオモデルもナオモデルでね、弱点が若干あるんですけど、あの、要するに、純正品に比べて素直さがないんで、まあ、音は良くなるんだけど、こう、伸びやかな、この、なんていうかな、レガートさっていうのはどうしても負けちゃうんですけど、純正品はね。でもまあ、音のふくよかさの方がプラスだと思うんで、私使わせていただいております。ということで。はい、今日はゆかりさんちでね。3D プリンターで作った様々な樽とベルを、はい、試させていただきました。ベルはこっちか。はい、楽しんでいただけたら、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。Twitter、Instagram、サブチャンネル、公式 LINE、オンラインサロンいろいろやってますので、気軽に登録いただけたら幸いです。では今日はこんな感じで失礼します。最後までご視聴ありがとうございました。